先輩すいませんでした。ないよ。お前ないかおじせい割れこずしたかいやいや、ほら、前から言うちょったでしょう。川渡しなんかが使うちょった鹿児島弁を。よう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 あいや、まだしちょらんかったってや。でした。あのですね、問題やかいやですね。なんちゅうとかい。 まあ、領が余りせいですよ。おいでよ。ええ、それでもう今日から始めます。今日から始めますし、もう今夜、今今、おいとわいの話は、こんまま YouTube へあぐってや。ですよ。もうですね、格好をつけていられません。はちゃってや。まあね、わいも、んやかんや。 忙しいわ、どんかよ。まあ、ほはわ,わがすんな子やでね。せえばえてよ。おいでよ、保管しわよ。保管しちだいですか。ゆめ子とかよ。それからほら、なるひことか、じろきちさんとか。ええ、あの人なんかもですね、協力してくれるうちも、毎回言うちゃんですからね。あ、そういじゃ、ればいや。多おいじゃねっせ。 一般最初あぐった夢恋すればよかったって。いやいや、湯くの姉さんもね、忙しいようなね、風なんですよ。あ、そうや。暇じゃっちょったのね、ないかね、愛もね、張りきちょごどな何やったっけ。えー、っと、オチのないショート、ショートとか何とかちゅうと。 たかですよ私がですね提案したんですけどもねまあだけどとにかくですねあの格好はつけんじ最初はほらこう何とんしえんですよ先輩とのこの会話をですよえー、あいですあのじゃったじゃったあの先輩にお願いがやりしますないよ あのなるべくですねゆっくりとしゃべってくださいね。あいやテロップ中どけあよいるってやいっぱいあよいれんとですね保管し中か県外の人はもちろんですけどよ今頃ろ分けしゃほら辛いも標準語しかしゃべらんでしょうだからね 言た方が良かったら仕事会長もせえですよ。まあいやね、しかねえ、お前もお難儀さんささなこっちゃねえ。いやでもですね、まあ慣れていけば早なった仕事どかほんでやっぱりですよ、何十年か鬼にほら、言語学者が今動画からですよ、昔の鹿児島弁をこうちゃんとデータで 収しもともとの愛がわからんとどじゃにならんですからね、まあ。じゃってほら、愛が言うとおい。まあ、わがすなごせ。まあ、最初からほら、完璧を目指そうとすりゃなかなかですからね。ああ、分かった分かった。ああ、そういうかね、ないかあったときはまだ何で言うよね。ほいなね。ということで、第1回目は。 えどうもまとまりがつかないですけどまあこう,いうこういう感じでですね徐々に徐々にギアを上げていきますので今後ともよろしくお願いします。